看板いいな。4月19日午後1時30分ですね。まだまだ続きます、回る回。とりあえず妖怪を見に行くか。マールどうかな。マールがね、治んないと次の住民の当番会に進めないっていうね、構造的な弱点があるんですけどね。まだ震えてる、まだ震えてるな。マール大丈夫？コホンコホン、辛いです。長引くね。大丈夫か、お薬は。お薬はもう今は持ってないけどさ、買ってくるけどさ、買ってきますか。タヌキチヤ、金持ってんね俺。すごい金持ってる。とりあえず薬ですか。あ、なんか見たことないノートが売っている。これは赤チェックのノート。そういえば前に買ったねノート見てないよね。ちょっと家で使ってみるか。そう、いいのいいの、他のも見ていって。とりあえずデザイン看板は買っとく。立派ですな。こけし、あれ？トキちゃんなんだ。俺がブーケにあげたこけしは何ちゃんだっけ？なんかあげたよね。トキちゃんではなかった気がする。いろんな種類があるんだね。無駄にね。これもいいね。神社の灯籠。神社の灯籠いいなぁ。ももち好きそう。ももちに送ってあげてもいいけどね。これなんだい？これは、ポーンかい。チェスか。白のポーン。ほー。あ、サンスベリアもあるね。と、鉄板の床。これも、あ、これファクトリーの壁紙に合うね。これ買ってみる？ 1480 結構高いけど、まあ金持ってるしね。買っちゃう。あと株か。株は？株さ、ここに今日の株価はってあるんだよね。今日の株の買取価格、一株。下落の一途を辿ってない？下落、半値ぐらいになってない？大丈夫か？あれ？違うか？え？めちゃくちゃ上がってる？めちゃくちゃ上がってるよね。半値じゃないわ。一株110だったもんね。めっちゃ得できるやん。え、これ売っていい？売っていい？まだ？待つ？いや、でももう売っていいよな。これ、すごいね。6倍以上になってんだ。売っちゃう。これは一気に返却できるね。株で一山当てるか。まずいなぁ。最初に成功しちゃうとなぁ。こういうのなぁ。危ないんだよね。とりあえず金返しとこっか。危なくてしょうがない。9万ベル持ち歩くのは危険だよね。郵便局へ。残り18万だから、まあ、いっか、9万返しちゃおっか。だいたい半額これで、返しちゃったもんね。あと残り10万程度か。いやー、これはもう、一株ですかね。次週返せますかね。いやー、でもな、今はね、回る回だから、一日ずつずらしているのであって、毎回ね、こうやって進めていくわけではないのでね、株はちょっと大変かもしれない。マールや、買ってきたよ、お薬。コホンコホン。辛いです。かわいそうにな。長期にわたってな。はい、お薬。何個目ですかね ?5 個目？ふぅ、少しマシになった気がします。震え、まだ止まってない？震え止まってないよね。いい、マール、大丈夫？少しマシになってきた。やっぱあれだな。ヒラメの釣りの時に、時間を戻したのがいけなかったんだな。ごめん、マール。ごめん。お、サラちゃん。あれ？あれ？サバンナ？あれ？
あれ？あれ？あれしか言ってないけど。サバンナがいなくなってない？サラちゃん。モテすぎるってのも困っ、そうだね。予定がいっぱいで休む暇もないわ。あれ？サラちゃんは？サラちゃんはじゃない。サバンナは？そろそろ気分転換がしたくなってきた頃じゃない？なんてね。え、なんだろうこれ。オイルマッサージかい？したいしたい。よかった。実はオタクのお家の、やべえな、なるほどね。完全に理解したわ。ペンキを塗ってしまったらなんて。どうすればペンキを塗ってしまうことがあるのかを聞きたいよね。甘いもの好きのオタクに合わせて、何色だろう。チョコレートと同じ茶色。嫌がらせでしょ、これ。地味な色になっちゃった。サバンナ。サバンナやー。わー、茶色になってる。茶色になってるのは、どうでもいい、この際。もしかして、手紙がいっぱい来てるな。もしかして引っ越した？引っ越しちゃった？博物館でしょ？とりあえず3つ。あと？ああ、サバンナから手紙が来ている。と、タヌキチと、ハッピールーム。見るよ。読む。なんだこの、便箋。前略稲葉さん。サバンナが引っ越した。この度分け合って引っ越すことになりました。場所は教えていません。教えてくれよ。手紙出したいよ、俺も。お世話になったあなたのことは決して忘れません。さよなら。アフリカかい？アフリカが良くなかったのかな？中華志向だしね、この便箋見るとね。アフリカキャラで無理やり行かせようとしたから。サバンナー帰ってきてくれー。いきなりズッポシセブンが欠けてしまったんだけど稲葉セブンが行っちゃったー。マジかー。ショックだなこれ。サバンナ、サバンナの似顔絵もまだ描いてないのにね。マジっすかー。突然すぎるなー。なんか引っ越ししようと思ってるんですみたいなのもなく突然去っていくんだな。あ、もしかして揺するよ。大丈夫？蜂じゃないよな。蜂じゃないよな。おお、びっくりした。金か。さすがサラちゃん、目ざといね。金目のもの。ん、まだまだか。おお、びっくりした。怖いんだよ。雲ですか。わあ、雲だ。虫の天敵もういないよね。二つとかなんか引っかかってることあるんだ。あー、サバンナー、サバンナがここに金をな、隠してたよな。よく、もうないか。悲しい、悲しいな、サラちゃん。俺ね、今年で32になるんですけど、動物の森で住民が引っ越してしまって、本気でショックを受けております。ガチへこみしているんだけど。サバンナ辛いなぁ。ちょっと、別れが辛すぎて、思わずサバンナの絵を描いてしまった。見てくれ。みんな。みんなに見てほしい。このね、アフリカの青空のような美しい水色が似合う爽やかなやつだった。結構うまく描けてしまったことも割と心に来てるんだよね。サバンナ、なんで言ってしまったんだ。サバンナの似顔絵。サバンナが住んでいたところにデザインカモを立てて、このマイデザインを貼るか。辛いのー。
のう、あさみさん。あら、稲川さんいらっしゃい。相変わらずの忙しさなんですよ。いえいえ、オリジナルじゃなくて型通りに作ってるだけの既製服なんですけどね。これ全部、たぬきちさんのところへ収めてる。そうなんだ。何しろ、単価が安いもんですから、働いても働いても、やっぱりもう、あのたぬき。搾取されてるんだね、労働力をね。たぬきちさん、ああ見えても結構ガッチリしてるから、うふふふふ。笑い事じゃないんじゃないの？お姉ちゃん、そんなこと言うて、うち壊した方がいいんじゃないの？スーパー。妙なこと言わないでほしいんだなも。ちゃんと払ってるんだなも、中手。たぬきちさんに怒られても知らんよ。訴えてやればいいんですよ、あんなクソたぬき。あはは、ほんまやね、怖っ。すごい和やかな雰囲気になっている。この、この姉妹とこんな風に会話できる日が来るとは。しかし俺の心は、ちょっと沈んでるんだよね。サラちゃん。あ、文次郎。みんな。みんな来てくれたんだね。デザイン看板。どこがいいかな。誰だよ、このこんちは。たぬきしか空気読めねえな。たぬきちの、この看板の前に置くか。うっ。ここに、サバンナの肖像画を、天眼門広場みたいになったな。お、みんな集まってきた。みんな、寂しさを分かち合おう。お、来た来た来たぞ。イメージが湧いてきやがったぞ。何何遠い南の島。寄せては返す波の音。夕日に染まる砂浜に長い影を落とし。ポエムかい。膝を抱えてうずくまる俺。ふーん。やばそうだな。そんなことより、このまま、ジュエル早く返してる。なんで借りちゃったんだよ、サラちゃんに。こうなることは目に見えてただろ。おいおい、それだけかよ。せっかくかっこよく決めてたのにね。強い。強すぎる、サラちゃん。300戦無敗だな。みんな、みんな俺を元気づけに来てくれたのかね。ありがとう、サラちゃん、ブンちゃん。まあ、ブンちゃん、完全落ち込んじゃってるけどね。ちょっとね、動物の森 E プラスの引っ越しシステムを調べてみたんだけど、多分回避はできないっぽいね。10日に1回必ず誰かが引っ越しちゃうらしいんだよね。で、その誰かっていうのは、完全にランダムではなくて、比較的好感度が低い子が引っ越していってしまうということらしいので、まあ、サバンナともっと俺がおしゃべりしてればね、また別の子が引っ越していたのかもしれないんだけど、でも別に誰が引っ越せばよかったとかそういうのはなくてね、もうこの15人で、365日行きたいなって思ってたんでね。そのショックだよね。サバンナ。サバンナもっと、もっといろいろおしゃべりしたかったな。でね、その引っ越しシステムを調べていて分かったんですけど、誰かが10日に一遍引っ越してしまうんだけど、それと入れ替わりでまた別の住民がうちの村にやってくると。でね、よく見るとね、この、ももちんちの下、ジェーンさんの家の隣、ボンの家の上に、見知らぬこの、ベーグルというですね、ベーグルという住人が来ているんですよね。会いに行ってみようか。これは、おー、びっくりした。サラちゃんロケット。ブンちゃん、ブンちゃん気落ちすんなよ。ここの滝の名前をサバンナ大爆風にしようか。サバンナを忍ぼう。それで。ももち、ももちの服な。着てたんだよな、サバンナが。ももち、行かないで。俺を元気づけてくれ。おーす、こんちは。おや、何回でも挨拶するぞ。うん。かわいいな、ももちは。うっしゃー、こんな陽気ならマラソンができるぞ。そうな。ま、おいらの場合、雨でも雪でもやっちゃうけどね。にんにん。元気っ子だな、ももちは。ああ。
こんな落ち込む落ち込むよ、でも。ねえ、一年一緒に暮らそうと思ってたんだけどな。呼び戻すっていうのもね、できなかないんだけどね。カードイーリーダーがあるから。ここですよね。お、あ、犬だ犬。犬ですね。これは雑種の犬が引っ越してきたぞ。おじさんっぽいね。あ、女の子か。女の子ですね。失礼しました。おじさんって言っちゃった。こんにちは。私はベーグルと言います。ビーグルか。ビーグル犬か。よかったらお友達になってくれませんか？まあ、別れがあればこうやって出会いもあるってことだな。かわいいね、ベーグルね。ありがとうございます。勇気を出して行ってみてよかった。グー。元気だね。稲間さんですね。名前ももう覚えましたよ。性格がサバンナと一緒か。ベーグルね。ベーグル、部屋ちょっと見せてくんない？また崖のふもとに建てたんだね、家ね。お！なんとも言い難い。なんとも言い難い部屋に住んでるね。熊、俺の母がくれた熊のちっちゃい版だね。あと服が飾ってある。これ曲なんだい？ケケパレードか。ケケパレードね。せめてなぁ。同時入れ替わりじゃなければなぁ。サバンナが引っ越した翌日に他の住人がやってくるとかだったら、まだね、カードイーリーダーで呼び戻そうかなっていう気にも、なれたんだけど。こうしてね、ベーグル、村に来てくれてるわけなんで、俺がさ、今まで村にいた住人たちを、友達だって思ってるように、この動画を見てくれてる人の中には、ベーグルにね、深い思い入れがある人もいると思うんで、多分この状態でカードイーリーダー使ったら、一番好感度低いのはベーグルだと思うんで、ベーグルとサバンナが交換になるのかなとは思うんだけどね。ちょっとそれはできないよね。うん。うん、仕方ないね。受け入れるしかない。これは。おおお、びっくりした。お前ら、ムーが挨拶に来たのか。稲葉さん、私って物持ちがいいっていうか物を大事にする方なんです。する方なんですか？今使ってるボールペンなんてもう何年使っているかわからないぐらいですよ。そうなんだね。かわいいね、ベーグル。こうしてみるとね。茶色いな、この2匹は。何？ボールペンか！プロフェッショナルを目指すならやっぱりボールペンしかね。ムーは何のプロフェッショナルを目指してるんだい？誰もそんなこと言ってません。そもそも何のプロフェッショナルの強いな、ベーグル。うん、お、怒ってる。怖い。怖いなぁ、目。ベーグル可愛いね。ムー、お前、怒らすなよ。初対面の女子を。おいおい、あのな、耳元でその俺に当たるんじゃねえよ。なあ、稲ババア。なんだい？ある時は見向きもしねえのに、ないと気になりだして。それはサバンナのことを言ってるのかい？探してもなかなか見つからねえものって何のことだかわかるか？友達かい？ボールかい？ボールだよ、ボール。うるさいなぁ。たまらなくボールを蹴飛ばしたい気分だ。頼むからおめえもボール探してきてくれ。ムーの頼みでも聞いて、気を紛らわすか。ボールね。ボールその辺にあんじゃない？
Me now.